どうもこんばんちは、キシトです。黒ヨーマ学園ロックフォード編続きやっていきたいと思います。よっしゃ、行くぜ。多分ね、もう終わりは近いと思う。レベルが上がっちまったぜ。あー、ここもうあれだね、あそこにいるのシュミットだね。ラスボスだね、あそこに。さすが側近。ポンプこいつは。心臓の鍵。オッケー。おいえ。弾薬20個。まあ側近がいるっぽいからな。あとは、一回回復してから、行くぜ。死肉でいいや。危ない。あとさ、もう一個のあの牢屋の方は行ってないんだよね。あそこもちょっと戻っていきたいところではあるんだ。まあちょっと邪魔な側近どもを排除してから行くか。見張りがいる。めんどくさいな、見張りは。ライフルでいいか。OK。傷ぐつり3個。いいですね。1個使うか。1個使って手前の側近倒すか。ちょっと銃を。がっつり使っていく。痛いな。ここ心臓だね。逃げようか。一旦逃げよう。だ、先制されること絶対ないから。多分こっちがいつでも先制状態でいけるから。うん、よっしゃ。じゃあちょっともう一個のあの牢屋の方を。そこもそうか。そこもそうだし。
こっちもそうなんだよな。あれ、こっちでよかったっけ。いや、違うよな。手前のあそこだったな。ここだったか。ここだな。落とし穴があって、あ、そう繋がってるだけね。同じか。じゃあもう行くしかないな。あそこも行けないもんな。あそこも多分どっかに落ちるだけだと思うけど。オッケー。じゃあこの状況で倒せるかな、シュミット。ショットガンとか持ってないんだよね。バラの虫とか、まあやれるだけはやってみよう。シュミット HP がね999あるんだよな。間違えた。お、いいね。ソーマとか手に入るのがいいんだよな。で、ちょっと万全の状態でいくか。全回復状態で。現実。待てよ、シュミット。ロックフォードか。よく生きてあそこから。お前が化け物どもを相手にしている間に、私は先に最深部までたどり着かせてもらったぞ。お前もこっちのパーティーに参加されてやりたかったぜ。まあいい。私が秘宝を手に入れる準備、瞬間を見せてやろう。やめろ、シュミット。その祭壇には手を出すな。祭壇というのは願いを叶えるために存在する。その祭壇はおそらくトラップだ。バカな、何をわけのわからぬことを。これを見ろ。なんだその薄汚い石板は。これが、この遺跡に隠されていたものさ。なんだと？そんな石板が？この石板、いや、この碑文こそ、黄金の港、ヘラクレイオンへの道を示すものだ。ヘラクレイオンへの道？サソリの毒にでもやられたか、ロックフォード。この遺跡こそが、ヘラクレイオンに他ならない。そしてここにこそ秘宝が眠っているのだ。違う、レイブンウッド教授の言葉を思い出せ。隠された場所にこそ真実があると。ん、この秘文は
おそらく一つだけじゃないだろう。一つの碑文は次の遺跡の場所を示す。そして次の遺跡にある碑文はまた次の場所を。この砂漠に生まれた遺跡たちの場所を順に示しているんだ。遺跡たち、よく聞け、シュミット。つまりヘラクレイオンの碑文とは、黄金の港へたどり着くための道を示した道しるべのことなんだ。道しるべだと。では碑文はいくつもあると。そうだ。ただこの黄金のメダルが発掘されたのは、この場所こそその道の始まり。つまりそれがこの遺跡がピュロン、モンタルゆえなのさ。うまく話を作ったようだが、私は騙されんぞ。ここがヘラクレイオンの道を示す遺跡の一つだと。そんな証拠がどこにある。優秀な私が発見できなかった何かを、お前のような落ちこぼれが発見したとでも言うのか。秘宝しか興味のない奴らには一生発見できないさ。負け惜しみよう。おい、早く祭壇を調べろ。待て、シュミット。俺が見つけたこの碑文をお前にやる。だから祭壇を調べる前にダニスを離せ。ロックフォードさん、心配するな、ダニス。交換ってやつだ。俺の言ってることが真実だとしたら、この碑文がない限りお前は永遠に秘宝にたどり着くことはできなくなる。この碑文に興味がないわけではないだろう。どうだ、シュミット、この碑文が手に入ればタニスには用はないだろう。確かに。では碑文を渡してもらおう。同時だ。俺が碑文を投げたらこっちへ走れ、タニス。はい、わかりました。3 2 1。ついに碑文が我が手に。よろしい、では祭壇を調べろ。おい、早くあの二人を殺せ。初めから殺すつもりか。そんなことだと思ったよ。撃て、撃ち殺せ。シュミット来たね。痛えな、お前。投げまくってやっかんな、お前。そうだな。スタンボムとか、巻き立てて。で、グレネードを投げる。痛えな。麻痺。大丈夫か。まだいけるかな。ソーマ使うか。まあグレネードは全部投げよう。オッケー。あとはお前だけだな、シュミット。
全部投げてやるぜ。あとはもうライフルで十分かな。いいね。発見なかったな、シュミット。わっ！わしが、わしが！この遺跡で死ねば、何十年後かには、お前も発掘されるかもしれないぜ、シュミット。わしが、痛い。一緒に、早く、一緒に。エドガーやレイブンウッド教授が、命乞いをしたとき、お前はどうした？助けてやったか？うわぁ、痛い。二人の仇だ。ロックボードさん、この振動は遺跡が崩れようとしてるのか？神の怒りか、秘宝の呪いか。早く逃げましょう。ロックフォードさん、この遺跡がお前を裁いてくれるだろうぜ。あばよ、シュミット。ロックフォード、ロックフォード、あばよ、シュミット。大丈夫か、タニス。は、はい。そうか、よかった。あの、ロックオードさん、ごめんなさい、私のために。気にするな、どうせここに秘宝はなかったんだしな。でも、本当なんですか？何がだ？さっきの話です、この遺跡に秘宝は眠ってないって。ああ、本当だ。でも、あの人が言っていたように、それを証明する証拠が。証拠ならあるさ、俺たちの目の前にな。この遺跡の形を見て気づいたんだ。7つの階層の形はそれぞれがヒントになっているんじゃないかと。おう、上から解読すると、ウアとネとレメチュレメと、意味は全ての者たちの道、つまりここが始まりだということだ。そうだったんですか。だが今となってはそれを証明する術はない。全ては砂の中さ。全てではありませんよ。ん？私を助けてくれたじゃないですか。見つけた宝と引き換えに私のことを。宝は失ったらまた探せばいい。だが人の命は失ったら失ったら二度と探すことはできない。それだけの話だ。ロックフォードさん、おいおい、こんなおっさんをそんな目で。ヘドガーのやつ、俺んとこにバグて出なきゃいいが。ふふっ。おーい、どうやら救助も来たらしい。おい、こっちだ、タラのおっちゃん。おっちゃんじゃないけど、ロックフォードさん、ありがとう。それじゃ帰るとしよう。次の秘宝がどこかで俺を待っている。無事にクリアですね、ロックフォード。ロックフォードアドベンチャー。いや、これはこれでまあ割とボリュームもあるからね、面白いっちゃ面白いですよね、こういう中のミニゲームが。結構本当に簡単なミニゲームじゃなくてさ、がっつりと遊べるミニゲームだからね。
まあ、趣味と余裕だったね、でもね。まあ、あんだけレベルが上がってたら、余裕か。まあ、黒ヨモガ学園記ね。続編も一応、まあもう考えてはいるらしいけどね。制作の人がいただけど。まあ多分、でもそれもこのリマスターが売れたらって言ってたけど。でもお話はもう考えてあるって言ってましたね。はい。で、ステータスも、上がってくると。コレクションロックフォード、最後のコレクションが手に入りましたね。オッケー、じゃあセーブしようか。ちょっと意外とこれやりがちかもしれないけど、あのロックフォード内でセーブしてもここでセーブしないとデータ残んないからね、うん、これ確かさ、全部のコレクションを集めて遺跡内の中入ると確かなんかあんじゃなかったかな、着メロかなんかがもらえた気がする。ちょっと戦車出てこる。なんだこれ。いや確かなんかもらえた気がするんだよな、全部集めて遺跡来ると。遺跡の中心だっけな。ナビゲーションシステムを起動します。多分最後の着メロかなんかがもらえるはずなんだけどな。どうだったっけな。メールが届きました。来た。多分これ着メロだよ。ハントを起動します。Welcome to Hunt。ほら。これは。これはあれじゃなかったかな。多分魔人学園のやつだっけ。確か魔人学園じゃなかったっけ。これはあれなのか。いいんだ。そうだよね、これ確か東京魔人学園のBGM だよね。あ、これは別にいいんだね、うん、まあこれはいいのか。さすがにアトラス系はダメなのか。女神転生とかグローランサーはやっぱダメだったんだな。オッケー、もうこれでじゃあ完全にね、黒山学園記、終わったね。はい、というわけでじゃあ今回、ね、この辺で終わりにしたいと思います。黒山学園記シリーズ、最後までご視聴ありがとうございました。まあ、すごい面白いゲームなんだね、このゲーム。はい、ぜひ皆さんもね、気になる方は、ご自身でね、プレイしてみたらいかがでしょうか。はい。というわけでね、次回もね、何かしらのゲームやっていきたいと思いますので、次回もよかったらまた見に行ってくれると嬉しいです。それでは。